皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はイーストの中の生イーストについてお伝えしたいと思います。生イーストの方なんですけども、パン用の酵母ですね。主にサッカロミセスセルビジエとかが、パン用の酵母に適していると言われているんですけども、そちらの方の酵母ですね、純粋培養をして、で圧縮したものです。 1g あたりに100億個の酵母が含まれている。で、粘土に似たような感じの、質感でですね、水分量が 70% っていう形ですごく多いので、冷蔵庫とかで保存して鮮度保持に、心がけた方がいいような酵母です。で、使用する時には手でほぐしてですね、直接粉に加えるとか、あと仕込み水の一部に溶かしながら使っていくっていうのが使い方になります。生イーストとか主に使う場合には、砂糖が多いような配合の菓子パンとか、そういう生地に使われることが多いですね。はい、ですので手軽なのはね、インスタントドライイーストとかなんですけれども、そんな形で使っていくような時があるのが生イーストになります。